そうか、そうだよな。よし、やっぱり俺は勇者だ。勇者になるぜ。はい、こんにちは、鬼面ライダーと申します。龍が如く7、続きをプレイしていきたいと思います。こっからね、春日から見た世界が妄想の世界になります。調子のいいやつだぜ。じゃあさっさとハローワークに行くぞ、勇者よ。今の勇者様のパーティーには薬草を買う金すらねえんだからな。そうだな、まずは金だな。ドラクエと同じだ。本当に人生は RPG だな。人生は RPG だな。いや、仕事見つけにね、ハローワーク行きましょう。まあ、その前に、一定時間経たないと拾えないのか。もう何にも落ちてないね。じゃあハローワーク行こう。どうだったお前ら。ダメだ、今日も仕事にありつけなかった。俺もさ、畜生。おいおい、松もそうだったけど、ここって結構荒々しいやつが多いな。仕方ねえよ、今のご時世そう簡単に仕事は見つからねえ。ま、俺たちは腐らず気長に構えようぜ。なんだ？あん？もしかしてあいつ足立じゃねえか？知り合い？本当だ、足立だ。昔お世話になったやつかな。足立さんのお友達？いや、さあな、知らねえ顔だ。んだと？ざけんじゃねえ、俺たちはお前に人生をめちゃくちゃにされたんだ。さてはお前ら、俺に逮捕された口か。偉人町の偉人町一の窃盗団、浜のピンクパンサーを忘れたとは言わせねえぜ。だっすんだ。ああ、そういや昔そんな奴らを捕まえた覚えがあるな。いやでももう20年以上前だぞ。20年もこいつら無職だったの。てめえのせいで俺たちは前科持ちになっちまったんだ。おかげで仕事も見つからねえ。どう責任取るってんだ、知るか。待てよ待てよ、前科がついたのは足立さんのせいじゃねえだろ。そうだよな。なんだお前らもデカか。デカに見える。ちげえよ、俺たちは職探しに来ただけだ。おう、こんな奴ら買わずとっとと行こうぜ。なんだよ。おい待てよ足立、なんでお前まで職探してんだ。無職だからです。そりゃ警察を辞めたかに決まってんだろ。警察を辞めたってことはもう逮捕はできねえってことだよな。俺たちがどんなにお前を殴ろうと。嫌のか、はあ、おいおい俺回りかよ。んな元気あんなら職探し頑張れよ。まったくだよ。20年間何やってたのこいつら。うるせえ、こいつは3人とただ袋叩き一枚。変身した。いつの時代の泥棒だよ。あ、オートバトルモードか。まあ、慣れてきたらこれで自動的に戦うって感じだね。じゃあレベル11スリか。じゃあ消毒しようか。よし、こいつはヌスッとヌスッととスリとは違うの。弱いな。どうするかね、こいつは強いな。ナンバが弱いだけなのかな。やってやろう。じゃあ来いよ。よし、カウンター。俺の番だよ。
ナンバー打たれ強くて力はあんまないんだよね。よし、行くぞ。行くぞ。あとはお前か。頭くるな。やってみろ。あ、盗めなかったな。俺の番か。確かこれ盗まれた時倒せば奪い返せんだよね。よし、390円か。強くなった気がするぜ。また強くなっちまったか。まだ成長できるとはな。連中よりはお金持ってるか。あ、めった打ち習得したわ。くそ、いつか借りを返してやるからな。覚えてやがれ。真面目に働け。見当違いも華々しい奴らだ。しかし相手の顔も覚えてないくらいたくさんパクってきたんだな、足立さん。もう昔の話だよ。ただ警察にいる間はこんな絡まれ方しなかったんだけどな。これからはこういうことも増えるのかね。マジかよ、俺あんたと行動するの嫌なんだけど。どんなに束になってかかってこようが返り討ちにしてやるよ。さ、早いとこハローワに行こうぜ。仕事もらえるかな。ハローワの前で喧嘩してそもそも仕事もらえんのかね。あのおっさんいるな。次、68番の方。はい。春日一番、42歳です。体力には自信あります。住所もあります。よろしくお願いします。まあそう気張らずに、頭を上げて。え？あんた掃除のおっちゃん？あ、知らないのか。よう。おお、君は確かスナックのアルバイトを紹介したホームレスの。そうか、住む場所が見つかったのか。ありがとうよ。あの時おっちゃんからバイトを紹介してもらったおかげだよ。そりゃよかった。ところでなんでそんなとこ座ってんだ？なぜって、そりゃこっちが本職だからね。所長だもんな。神戸さんね。え？所長？あんた、いや、あなたここの所長さんだったんですね。所長さんよ、割のいい仕事を都合してくれねえか。へえ。ほう、仲間が増えたのか。おう、パーティーが増えて3人になったんだ。パーティー？春日くんはゲームが好きなのかい？ああ、特にドラクエが好きだよ。ドラクエか、ドラクエはいいよな。私も好きだよ。さて、じゃあ君たち勇者一行が何にジョブチェンジできるか見定めるとするかね。何卒ご贔屓に。言っておくが、前回君たちに手心を加えたのは特例だよ。若いホームレスが自立できるかどうかテストしたくてな。だが自立した以上、ここから先はここのルールに従って仕事を斡旋する。ん？ルール？簡単さ、君たちの実力や経験を見て判断するってだけだ。ドラクエだってそいつのレベルとか適性で何に転職できるか変わったりするだろ。それと同じ、人生ってのは RPG と結構似てるんだよ。なるほどな。で、俺らの実力と経験でチェンジできるジョブってのは？うん、刑務所帰りにホームレスに
懲戒免許されたばかりの警察官。うん、今の段階で君たちに斡旋できる求人はこれだけだね。何が出たかな。特殊浴場ってことは、ああソープランドっつうことか。ねえ、ちょっと待ってくれよ。この二人はわかるが、仮にも俺は元警察だぞ。足立さんは履歴書によるとずっと独り身だよね。それが何か。その年まで清廉潔白に独り身を貫けるほど女性受けが良かったようには思えないが。なんだって。いや、まあ客として行ったことくらいはあるけどよ。とにかく今の君たちに必要なのは職歴だ。それに特殊浴場だからといってそんなに甘く見ちゃいけない。ここの店長さんは癖の強い人だからね。採用されるかどうかは君たち次第だ。頑張りたまえ。よっ、オッケー。バシッと面接決めてくるぜ。大丈夫かな。乙姫ランドに向かえ。ん？うわぁ、変質者だ。ばぁー、吐いてんじゃねえか。その筋のもの？お、なんだこいつ。変質者だな。この町はこういうイカれたやつもたくさんいるんだよ。ち、やるぞ。イカれたやつ多すぎでしょ。やってやるぜ。これじゃ。高まるダンス。かかってこっか。なんか踊り始めた。あ、状態以上にかかりやすくなった。めんどくせえやつだな。硬いね、意外と。とっておき。臭い息で防御力落とそう。やってみろ。来て、ヒップアタッカー、ムカつくわ。やってやろう。硬いな。これじゃ。オープンザドア、やめろ。吐いてんじゃねえか。しんどいな。やべ、状態異常かかっちゃった。わたりしたことはないな。どうするかね。今技使えないんだよね、一番は。よしよし、普通に殴るしかない。俺の番ね。よし、とどめだ。あんまり生きてた。これじゃ、これや、俺の番か。じゃあ足立さんで指名だね。あれ、後ろ向いたまま避けたな。おしまい。あ、こいつ500円も持ってた。よし、ランクアップ。まったく、何が楽しいんだこいつは。どんだけどん底の町なんだよここは。まあ、じきに慣れるさ。こんなのに慣れたかねえよ。ほうほう、こいつは珍しい。誰だ。やはりこれは俺の図鑑には登録されていない種類だ。登録登録、学名は何にするか。コウモリ男とかでも悪くないが。コウモリ男。おい、何してんだ。あ、ああすまん、この辺でなかなか見ない輩だったからな、つい夢中になっちまったよ。おっさん、
何者だ。俺はドクター森笠、辻門博士と呼ばれてる。これ大丈夫？怒られない？辻門博士？なんだそりゃ。気になるか。なら近くに俺の研究施設がある。そこで話そう。貴重な辻門のデータ入手に協力してくれた礼にお茶菓子でも振る舞わせてもらおう。お茶菓子だってよ。行ってみようぜ。だけどよ、この博士めちゃくちゃ怪しいぜ。食えるもんは食える時に食わねえとこの町では生きていけねえぞ。ただより安いものはねえんだ。ほら行くぞ。ち、分かったよ。ナンバに仕切られるとイラッとくるな。ここが俺の事務所。あれじゃねえか、完全にこれ辻門センターだ。ただの雑居ビルの一室じゃねえか。さて、辻門について聞きたいんだったな。説明してやろう。辻門とはその筋のものという意味だ。筋のもの、筋門、筋門。ああ任天堂に怒られません。危険な人間のことだな。俺は下手に絡んだらボコボコにされるような危険な人間を筋門と呼んでる。なんだか語呂もいいしな。で、あんたなんでその筋門のデータを集めてんだ。それはこの世界の平和のためだ。平和？この世界、特にこの偉人町は危険な人間が山ほどいる。チンピラから変質者まで山ほどな。あなたも結構なもんだと思うけど。種類の危険な人間が何種類この世の中に存在するのか、お前らは答えられるか。ああ、そう言われると答えらんねえな。だろう。多くの人が危険な人間がどんなタイプの見た目で何種類いるか具体的に答えられない。そしてそれがわからないがゆえに今も誰かが危険な人間に近寄り危険な目に遭っているんだ。だから俺は危険な人間がどんなやつで何種類いるか正確にデータとしてまとめ上げることで一般人が危険に巻き込まれる機会を減らしたいと思ってる。なるほどな。おっさん、うさんくさい割にはいいこと考えてんじゃねえか。だがなんでそんなことを始めたんだ。まあ過去にいろいろあってな。俺はとにかく平和な世の中を作りたいんだよ。その気持ちに嘘はねえ。データの収集はどれくらい進んでるんだ。それがな、データを収集するために危険人物に近づくと俺が喧嘩に巻き込まれてしまうという最大の問題があってな。そんな顔してて。まあそりゃそうだな。はあ、困ったぜ。どこかにすぐに危険に巻き込まれそうで、なおかつ巻き込まれてもまあ大丈夫そうな屈強で気さくなやつがいればいいんだが。そんなやついるかな。そういうやつが見つかるといいな。じゃ俺らはこれで。おい、ちょっと待ってくれ。なんだ、まさか俺たちに筋門のデータを集めろとか言うんじゃ。勘がいいやつは嫌いじゃないぜ。別に無理に戦えとは言わない。戦うことになってしまった時に情報を登録してくれるだけでいいんだ。どうせお前らみたいな連中は何も意識しなくても悪いやつらと頻繁に戦ってるんだろう。ならついでに協力してくれても罰は当たらないんじゃねえか。とは言ってもな。頼む。辻門図鑑の完成が一般の人たちの平和につながる。完成の暁にはお礼も出させてもらう。どうだ、お願いできねえか。お礼だってよ。やってやるよ。一番。こいつすぐ物に釣られるな。ダグ、分かったよ。
確かに誰かのためになるってんならこっちに損はなさそうだしな。ありがとう、オンニキル。よろしく頼むぞ、春日さん。で、登録ってのはどうやってやりゃいいんだ？まあ、簡単だよ。まずは俺の作ったアプリを入れてやろう。さて、スジモン図鑑アプリか。登録の仕方だが、百聞は一見にしかずとも言うし、実践で試してみるか。ああ、出てこいや。言動と格好が堅気じゃないんだよな。なんだこいつら。なんだこいつら。登録の仕方を教えるために俺が用意した助手たちだ。さあ、どの色がいい？赤か青か。本当怒られないこれ。ああ、よくわからねえが、そうだな。どうすっかな。青にしてみようか。じゃあ青で。青だな、わかった。よし、お前らは青のサポートに回れ。あ、結局全員と戦うのか。さて、じゃあ登録の仕方を教えるか。え、もしかしてこいつらと戦えってのか。そうだ、そのアプリは敵を倒すと自動的に登録されるようになっている。こいつらを倒して図鑑に登録してみせろ。なんでこいつら勝ってんだよ。さあ行け。登録の仕方を体に叩き込んでやるんだ。よっしゃー。おかしいでしょ。俺の番だな。じゃあ見せてやるよ。青いやつ集中狙いすらいいかな。結局これ全員倒さなきゃなんないのか。決める。どうするかね。名前がいちいち赤青緑なんだな。やってみろ。あ、なんだあれ。逃げるなら今のうちだ。なんかやろうとしてんな。取っておきだ。やらせはせんよ。なめんなよ。追い打ちしてこいつ倒しようか。俺の番か。選んだやつ以外は体力少ないのかな。俺の番だな。よし、まず一体。ほら来いよ。どうするかね。あ、倒しちゃった。やんのかどうは。何してんだ。あれ、ほっとくと投げてきそうだな。見せてやるよ。よし、終わり。あ、1500円ももらった。一つ上の男。よし、レベルアップ。見事だ。お前らを選んだ俺の目に狂いはなかった。その実力ならきっと危険人物を山ほど登録できる。なんでその危険人物を飼ってるんだよ。そいつどう思う。で、これで登録されるのか。まあ、ほら、アプリを開いて見てみろ。あ、本当だ。赤いスジモン。あ、今戦った相手が登録されたね。じゃあこれから戦った相手はみんなここに登録されていくんだ。こんな感じでいろいろなスジモンを倒してデータを集めてくれ。集めた数により報酬は用意させてもらう。ある程度集まったらこちらからメールするから報酬を取りに来てくれ。報酬出んのか。なんだか面倒なことに巻き込まれちまったな。まあ、報酬ももらえるみたいだし、やってみりゃいいじゃねえか。俺たちは贅沢言える身分じゃねえんだからよ。まあ、そうだな。
まあどっちにしろ叩かなきゃあんないもんな。世界の平和のためによろしく頼んだぞ。目指すぞ辻門マスター。言っちゃったよこの人。よく許可下りたな。何しに来たんだっけ。あ、乙姫ランドに向かうんだね。なんか落ちてないかな。100円だ。やった。なんかあそこにあんな、お店か。アダルトグッズ屋か。これ武器屋なんだよねこの世界だと。いらっしゃいませ。鉄パイプ、巨大マッサージ機。これ勇者が装備するのか。武骨な杖、ダンディアンブレラ。あ、これは難波の武器か。昇天19号。いかがわしい仕上がりの警棒これ。せっかくだから俺はこの巨大マッサージ機を選ぶぜ。うわ、43も上がる。よし、装備しよう。あと足立さんには昇天19号を装備させたいね。ありがとうございました。よし、じゃあ琴姫ランド行こう。ここまっすぐ行ったとこだね。あ、水木さん、終了時間過ぎてるけど。うん、さっさと清掃して売り上げの精算よろしくね。はい、フロント、お湯の出が悪い。お客さん変わるたびに風呂のお湯入れ替えないで使ってよ。汚ねえな、入れ替えろよ。入浴剤とかでごまかしてよ。うん、洗面台の奥にあるやつ。はい。はい、乙姫ランドでございます。なんだ、なのはちゃん。ん？ああ、そう。休むってこと？で、君確か先々週も生理だったよね。そんなに休まれちゃ困るんだよ。一度病院行って検査受けてお薬でももらってくれば。生理不順なのか何なのか知らないけど、そんなに休んでたら親父さんの施設代払えなくなっちゃうんじゃないの？早く死んでくれれば楽なんだろうけど、まだまだ生きてそうなんでしょ？ん？泣いてんの？やめてよ。うちは人生相談所じゃないんだからさ。はい、じゃあまた。あ、体調良くなったらすぐ出勤してよ。はい、じゃあ。ああ、ったくやってらんないね最近の子は。はいはい、求人の方ね。お待たせしましたね。ダメだ、悪いが俺ここじゃ働けねえわ。同感だな。胸くそ悪すぎる。お前もそうだろ。はあ、ん？なんだ、あんたら喧嘩売るためにやってきたのか。ハロワの親父からはなんとか雇ってもらえないかって言われてたんだな。何でもやる根性のある連中だからってさ。あのおっさんが何でもやるって言ったって、こっちにも選ぶ権利はある。まあ、あの神戸って所長には申し訳ないが、やめとこう。世の中他にも仕事はたくさんある。行こうぜ、春日。どうした？おい、一番、何やってんだ？早く行こうぜ。やる気か？さっきの電話聞いてただろう。俺もいろんな風俗店にガサで入ったり、客として通ったりしてきたが、こいつはクズ中のクズだ。
なんだ、暴力か。ケツ持ち呼ぶぞ、ケツ持ち。うちのケツ持ちは清流会だ。泣く子も黙る横浜清流会だ。それでもいいのか。ここは清流会の島だったか。厄介なことになりそうだな。おい春日、さっさとずらがるぞ。おい、なんだお前、本当に清流会呼ぶぞ。それでもいいの。働かせてくださいや、店長。あ？何言ってんだお前。見た感じ店員さんが誰もいなくてお困りなんでしょう。こう見えても俺16年くらいこの業界にいたんでね、何でもやりますよ。なんなら街でキャストのスカウトもやります。どうでしょう。とは言っても他の方たちが。またブリーチジャパンか。ん？ん？なんだあの音は。ああ、ブリーチジャパンって嫌な団体だ。またかよ。こないだのあの連中か。ここんとこ連日ああやって店前で凱旋活動しやがってな。うちを狙い撃ちにしやがって、いい迷惑だよ。お、狙い撃ち？この風俗店だけを。おう、うちの店はこの辺りで入浴料いくらって看板出してる最後の店だ。他の店はみんなメンズエステとか泡マッサージとか別の名目で商売してる。メンズエステ。でもそういう店だとブリーチジャパンの連中もクレームをしづらいんだろ。だから堂々とソープランドをやってるうちを狙って活動してやがる。なるほど。うちをまず潰して、そこからなだれ式にこの辺の風俗店を一掃しようって魂胆だ。厄介な連中に目を作られたもんさ。なあ、ケツ持ちは守ってくれねえのか清流会。前に一度清流会に泣きついてはみたよ。でもあいつらは何の間の理由をつけて騒ぎが収まった頃にちょろっと来ただけ。なんせブリーチジャパンは正義に燃える仇の衆で、暴対法なんかにも詳しいんだから。ヤクザにすりゃ一番めんどくさい相手なんだろうよ。まあヤクザの道理っちゃ道理だな。営業妨害で警察に訴えてもダメ、ケツ持ちのヤクザに頼んでもダメ。くそ、店員はブリーチジャパンに目がつけられてない。新業態にくら替え、死にそうだよ。へえ。だから従業員不足なのか。でも不思議だな、店員はいなくても店は営業できてんだから、女の子はいるんだろ。ブリーチジャパンの嫌がらせもあり、何よりあんたの横柄な扱いっぷりなら女の子だってやめていきそうなもんだが。分かってないな風俗のことが。うちに来るような女の子ってのはもうガキっぷしなのさ。まあ必死さが違うんだろうな。うちの女の子は日本人だけだ。写真本職の人かな。でも日本人といっても強制送還されて帰れる故郷すらない。外国人みたいに、外国人みたいな子ばっかりなんだ。故郷を共にする仲間も頼れる人間もいない子たちってことか。へえ。単純に金が欲しくて働いてるんだと思ってたけどな。うん。もちろん単純な金目当てでこの世界に来る人間も多くいるさ。だがそういう奴らに限って商売の大変さが分かっちゃいない。ちょっと厳しく当たればすぐ辞めちまう。だから俺は後ろに一歩も下がれない崖っぷちの事情を持った女だけを採用する。なるほどね。そういう女は必死で働く。それが店の経営を安定させるのさ。それが俺の経営哲学だ。おい、何が哲学だ。弱みにつけ込んでるだけだろ。正真正銘のクズだなあんた。
何とでも言え。でもな、性欲ってのは飯より厄介な欲求だ。耐えようと思っても耐えられない。しかも食えりゃ何でもいいってもんでもない。味にうるさいグルメとかいんのかな。うまい女がいる限り客は何があっても食いに来続ける、そういうもんだ。そうかな、筋トレしてるとね。そうでもないんだよね。なあ、じゃあ店長、とりあえずあいつを酔っ払ったら俺ら3人雇ってもらえますかね。おい春日、お前まだ言ってんのか。この男の本性はもう十分分かっただろう。こいつは浜子さんとは違う。一度ブリーチジャパンに潰された方が世のため人のため。うるせえ、俺は働きてえ。やる以上はきっちりやるぜ。どうなんだ店長、雇ってくれんのか。いいだろう。またこいつか、久米か。ボイスついてないのか。セリフ読むの大変だな。よ、相変わらず精が出るな、あんちゃん。お前ら、この間の、なんでここに。ま、今日からここの従業員になったんでね。まだなってないけどな。ほう、従業員にね。皆さんよく見てください。これが売春を管理している従業員です。違法行為に加担するものです。また揚げ足取りに来たな。違法行為に加担するだって。だったらなんで俺たちが逮捕されねえんだ。そりゃソープランドが公衆浴場として届け出ることで法の目をかいくぐっているからだ。皆さん、これこそ日本の闇、グレーゾーンです。すべてのグレーを漂白、ブリーチングしましょう。おい、そういうお前は本当に漂白された純白の身なのか。一度も法を犯したことがねえのか。はい、当たり前でしょう。法を遵守するのは法治国家に生きる者としての義務です。タチションくらいしたことあるだろ。あれだって立派な軽犯罪だぜ。いえ、生まれてこの方一度もありません。お前男か。本当かよ。そんなら車のスピード違反は、台だって急いでたら少しくらいオーバーするだろう。断じてありませんね。迷惑なやつだな。渋滞するぞ。嘘つけ。厳密には1キロオーバーでも違反だ。そんくらいオーバーしたことあんだろう。ありませんね。疑うんなら証拠を持ってきてくださいよ。私が法を犯したっていう証拠を。おい、だったらこの状況はなんだ、どうなんだ。こんだけの人数が車道を占拠して法に触れてねえわけねえだろ。これだから無知な人間は困る。今回のデモに際して神奈川県警から交付された許可証です。ふーん、公道でのデモ行進を許可するか。お分かりになりましたか。我々がこの道路を使用することを天下の警察が認めているのです。でもお前の立ってるそこ、公道じゃなくてソープの敷地じゃねえ。そうだな。はい、グレーゾーン。ふん、ちょっと勢いが余っただけだ。勢いとは。それにこの書類によると参加者は10人ってなってるが、 お前ら10人以上いるだろ。当日になって参加者が増えただけだ。いいのそれ。どこのデモでもこんなもんだ。具体的な参加人数なんて当日まで把握しきれない。
納得がいかないなら警察に通報してみろ。だけど警察はいちいち人数調べに来るほど暇じゃない。お前ら暇だな。第一10人が15人になったところで誰に迷惑がかかるわけじゃない。うるさいだろ。へへへ、いいところに目がついたじゃねえか春日。そんじゃ俺からも一つこいつらに忠告してやるよ。本来デモ行進ってのは立ち止まってはいけないって決まりがあんだよ。行進だもんな。立ち止まって演説なんか始めたら交通の妨げになるからな。そうならないために行進って手段に限り道路の使用許可が下りる。だからここで立ち止まっているお前らはルール違反ってことだな。厳密にはそうだとしてもどこのデモ活動だって立ち止まって演説くらいしてる。警察もある程度は容認してんだよ。ああ言えばこういうな。そういうのを何て言うか知ってるか？グレーゾーンって言うんだぜ。皮肉なもんだな。グレーゾーンを糾弾するためにグレーゾーンに頼るなんてよ。みんな歩け、行進だ。さっさと失せろ。違法風俗反対、異人町から撤退せよ。お前らがとっとと撤退しろバカ。ちゃんと前見て歩かないと転ぶぞ。ボイスついてないのか、きつ。ああ、浜子さんと知り合いか。はい。マスターも。ええ、そこの2階に住んでます。店長、浜子さんのこと知ってるんですか？まあ、昔少しな。で、もう一人が、難波くんね、41歳。ええ、難波ってお前、ひょっとして難波って本名だったのか？あ、難波優か。ホームレスは本名を使わないもんだとか脳が鍛えてたくせによ。うるせえ。でもお前偽名だって信じたろ。まお前は単純だからな。なんだって？なんだと？はいはい。そしてもう一人、足立浩一くん。ん？59歳。はい。ええ、定年退職まであと2ヶ月。数日前に神奈川県警を懲戒免職されました。はい、了解。いいの？え、いいの？何が？いや、そのあんた、いや店長さん、俺らツッコミどころ満載でしょ。ホームレスと元ヤグザと懲戒免職食らった刑事だぜ。それが何？そんなこと気にしてたらこの町で働き手なんか確保できないよ。それにちょうど君らにもってこいの仕事がある。なんだ？なんだ？いきなり風呂掃除とか嫌だぜ。いや、風呂掃除は半年に一度でな。それもどうかと。君らに頼みたい仕事はこれだよ。何？この子は菜の葉といってな、5年間うちでナンバーワンをキープする稼ぎ頭だ。ナノハってさっき電話で休みたいって言って店長に怒られてた子ですよね。うん。ああそうだ、うん、これがナンバーワンか。いかにも崖っぷちの女。あ、いや何でもねえっす。さっきも言っただろ、可愛いだけの若い子なんて人気続かないんだよ。ソープの肝はサービスと愛情だ。情の深さが客を虜にする。情か、それはなんとなくわかる気がするけどな。男ってのは寂しい生き物なんだ。常連だもんな。外じゃ威勢よく振る舞っているやつも本性をさらけ出したい時がある。足立さん、女の情の深さってのは
その子が背負ってるものの重さと比例するもんだ。なのかには体が不自由になった高齢の親父さんがいてな。その介護費用を稼ぐため大企業の一般職を辞めてこの世界に入ってきた。そっか、バイトするでもなく仕事すっぱり辞めて風俗か。根性あるな。うん、だからナノハの仕事にかける情熱はすごい。どんな客が来ようが精一杯のサービスをする。すべては愛する親父さんのためにね。ところがだ、ちょっと前から何かと理由をつけては店を休むようになっちまってね。うん、こんなことは以前はなかったんだがな。ブリーチジャパンといい、ナノハの欠勤といい、ここんとこ店の売り上げは激減だ。そこで君らに一肌脱いでもらいたい。え？脱ぐってまさか俺らに客の相手を。難波さんがどんどんおかしくなってくな。バカ、ナノハの欠勤の理由を調べろって話だよ。理由なら本人が生理だって言ってるんでしょ。そんなもん真に受けるわけないじゃない。店を休みがちになるこの理由は限られてる。裏引きってことですか。うん、さすが業界経験者だ。なんだ裏引きって。ああ、店を通さず直接客と会うことさ。本来客が店に来て払った金は店と女の子が分け合うもんだろ。あ、それ独り占めにすんのか。でも直接会えば店の取り分も女の子に全部入る。これにはまると出勤するのがバカらしくなる子が多いんだ。ああなるほどね。もちろんどこの店も裏引きは厳禁、ご法度中のご法度なんだがな。まあどんな真面目な子でも裏引きで楽をし始めたら止まらない。しかも店に来てた客をどんどん裏引き相手にすることだってできる。そうなれ本当に死活問題だ。君らには菜の花で裏引き相手を探してほしいなあ。もし彼女が本当に裏引きをしていたとして相手を見つけたら、その男が二度と菜の花に近づかないようにしてくれればいい。手段は問わないから。ヤクザに看護師に刑事、近づかないようにする方法はいくらでも知ってるんでしょ。また、ちょっと待ってくださいよ。それこそ清流会に頼むべきじゃ。ケツ持ちは自動車保険と一緒だよ。使いどころを見間違うとこっちの等級が下がっちゃうからね。店で解決できることは店でやった方が安く上がるってもんさ。さすが店長さんっすね。いろいろと心得てる。よし、まず菜の葉さんの家の住所を教えてください。それが菜の葉は最近友達の家を転々としてるみたいで家に帰った様子がない。おい、それじゃ会えないじゃないか。いや、ポケットっていう喫茶店を見張れば菜の葉に会えるだろう。菜の葉がよく使う喫茶店だ。Wi-Fi が使えて充電もできるからコーヒー一杯で何時間も粘るんだとさ。じゃあ。じゃあよろしく頼む。彼女が店に復帰した暁には君らにもそれなりのリターンを用意しておくから。結局気軽に使える探偵として雇われただけじゃねえか。しかしあの野々宮って男、いい加減なようできっちり女の子の裏事情や生活パターンまで掴んでやがる。狙ってやってるとしたらかなりの切れ者だな。とはいえやっぱり人としてはクソだぜ。結局店の利益しか考えてね。いいや、そうとも言えねえんだな。これが
は？一概には言えねえが、ソープって商売はぶっちゃけ女の子の不幸の上で成り立ってるケースが多いもんだ。つまり借金とか家の事情とかそういう不幸で商売になってるってことか。まあな、女の子はその不幸が抜け出すために頑張って働いて、それが店がそれをサポートする。野々宮ってあの男、確かに口が悪い。でも綺麗事を言わねえのはそういうことをちゃんと理解してるんじゃねえかな。まあ良い不意に見りゃそうかもしれねえが、カムロ町で一番でかいソープでいろんなクズに囲まれて生きてきた俺からすりゃ、相当愛情があるように見えるんだけどな、あのおっさん。女の子は働く理由も考えずにおべんちゃらを使うだけのやつよりずっと信用できる気がする。そっか、そういうもんかね。俺は気が進まねえよ。さっさと裏引きの証拠をつかんで金もらおうぜ。ああ、でもまだナノハさんが裏引きしてると決まったわけじゃない。そうだよな。とにかく彼女がよく行くっていう喫茶店に行ってみようぜ。ポケットだっけね。くそ、満席か。おい、あれ見てみろ。ナノハだ。よし、早速問い詰めようぜ。バカ、素直に裏引きを認めるわけねえだろ。問い詰めんのはこっちが証拠をつかんでからだ。ここは元刑事の言うことを聞いとこうぜ。はいはい。こいつが、ただいま満席でして。いや、待ち合わせなもんでね。こいつが裏引き相手か。ナノハの前に座ったな。あの男、裏引き相手なのか。うん、二人の会話が聞ければ証言が取れるかもしれねえな。証言ってってこっからじゃ何も聞こえねえぞ。春日、スマホ持ってるな。俺に電話かけろ。分かった。あのすみません、ただいま満席でして。悪いが便所だけ貸してくれねえか。クソ漏れそうだよな。いいだろ。はい、どうぞ。バレない。すみません、わざわざ来ていただいて。大丈夫ですか。ずいぶんと疲れたお顔で。最近体の調子が。早速ですが、まずはお金の件を。お、今金って言ったぞ。あの男が裏引き相手で間違いに。待て、受け渡しの瞬間を抑えてからだ。なんとか200万。はあ、うん、残り300万。もしも10日後に結婚します。でもやっぱり。まさかお父さんにと言ったのはあなたですよ。今さら。いえ、お願いします。でもそんなに。そうですね、やっぱりわかるでしょう。でも完璧に。はい、でも父も。え大丈夫ですね。はい。全てがお父さんもあなたもなれますから。父に会うことは。それはできません。
その方がいい。父を、お願いします。わかりました。さ、もう行きなさい。なんで女が金を払ったんだ。しかも200万って尋常な額じゃねえぞ。菜の葉さんは何か事件に巻き込まれてるんじゃ。事件ってどんな。詳しいことは本人に聞いてみるしかねえ。いつぁな、悪い。おいおっさん、謝って済んだら警察はいらねえよな。どうすんだよ、こいつ骨折れちゃってるぞ。なわけねえだろ。すまねえが俺たちは急いでんだ。時間がねえなら金で解決するしかねえよな。治療費として10万ほどもらおうか。付き合ってらんねえよ。じゃあな。待てやこら。巨大マッサージ機の味はどうだ。まだ成長できるとはな。う、覚えてやがれ。くそくそ、とんだ邪魔が入っちまった。菜の葉は見失ったな。これああ見失っちまったな。どうする、とりあえず店に戻るか。携帯取ってこないとね。戻ったところで店長に報告できることは何もねえぞ。おい、おい、さっきの男だ。つけてみるか。ああ、何かわかるかもしれねえ。足立さんの携帯はいいの。社会福祉法人。社会福祉法人、おそらく介護施設だろうな。随分と風情のある建物だけど。こいつは確か明治時代に建てられた旧財閥系の銀行の建物だ。何十年も前に広域財団が買収したと聞いてはいたがな。日だまりの城か。気品漂ういかにも高級そうな施設だな。確か彼女は親父さんの介護費用を稼ぐためにソープで働いてるって言ってたよな。うん。ってことは親父さんが入所してるのはここかもしれん。じゃあさっき社店で会ってた男はここの職員か。だとすりゃ何の事件もねえよ。彼女はただ親父の施設料を払っただけだ。どんなに高級な施設だからって200万も現金で支払うか。施設の中で渡すならまだわかるが、喫茶店だぞ。まあそう言われりゃそうだが。喫茶店の会話覚えてるか。彼女はあの男に親父に会わせてほしいと頼んだが、あいつはそれを拒んでた。実際にこういうとこ入居するのに何百万もかかるらしいけど。あのこちらに菜の葉さんのお父さんが入居してますよね。菜の葉さん、ああ向こうだ。菜の葉さんのことですね。お父様はこちらにご入居ですが、何か。俺らその向こうだ菜の葉さんの職場のもんなんだけど、
中に入れてくれねえかい。すみませんが、面会は親族のみとなっております。ああ、普通はそうだろうな。いや、面会ってわけじゃねえんだ。実は俺も自分の親父のことで介護施設を探しててよ。菜の葉さんからここが素晴らしいって聞いたんで見学したいなと思ってね。申し訳ございません。当施設では入居契約が完了するまでは内部に立ち入ることができません。え？内部の様子はホームページにてご確認いただけますので、そちらをご覧になってください。質問もホームページからお受けしていますので。見学さえできねえなんて、いくらなんでもおかしいだろう。なんか隠してるね。なんか始まったぞ。よろしくお願いします。お？デリバリーヘル。おい、何もらったんだ。さあ、風俗かなんかのチラシだろう。金のねえ俺たちには縁のねえ話さ。おいおい、これ先着1名様無料って書いてあるぜ。はあ？そんな都合のいいもんあるわけねえだろう。絶対何かしらの名目で金取られるに決まってる。そんなの読んでみねえと分かんねえじゃねえか。ソープで生まれた俺が言ってんだ、間違いねえ。お前が無所行ってる間に業界だって変化してるかもしれねえだろうが、貸せって。な、おい、先着一名だぜ。善は急げだ。もしもし。あの先着1名無料っていうチラシを見たものなんだが。あ、はい、おめでとうございます。お客様が一番乗りですので、今回は無料とさせていただきます。よっしゃ、本当に金はかからねえんだな。はい、ではお客様、お名前と今どちらにいらっしゃるか教えていただけますか。おう、名前は足立だ。場所は大浜通りのあたりだけどよ。治安の悪い場所ですからね。かしこまりました。すぐに一人一番人気を向かわせますので。これ思ってんのと違うね、多分。さらに精神旺盛だな。うちの良さを味わってほしいですから。それではすぐそこに向かわせますので。ええ、向かわせるってここに？ホテルとかじゃねえのか？待ち合わせ型ってやつか？詳しいね。どうだったんだよ。いや、聞いて驚け。一番人気の子を無料で向かわせてくれるってよ。嬉しそうだな。本当かよ。本当だ。最近の風俗はすげえんだぞ。すぐ来るってよ。よく利用してんだな。しました。は？あ？いやなんだお前。アダチ様ですか。そうだけどよ。お待たせしました。デリバリーヘルプのゲリーバスターホームズです。デリバリーヘルプね。デリバリーヘルプ、その風俗じゃねえのか。なんなん。デリバリーヘルプは喧嘩のヘルプをするデリバリーサービスです。喧嘩のヘルプ。おい、てめえらさっきから騒がしいんだよ。むしゃくしゃするぜ、ぶん殴ってやる。なんでだよ。ちょうどいいところに、お試しにちょうどいい手頃なチンピラが来ましたね。なんだかわからねえが、行くぞカスガな。あ、なんだかわかんなくて乗ってやるんだ。上がってこい。怪しい男たち全員怪しいけどな。デリバリーヘルプの説明。バトル中様々な効果の強力な技を持つデリバリーヘルプを呼ぶことができます。まあこれね、ファイナルファンタジーでいうところ召喚獣ですね。お金で召喚獣呼べます。やってみろ。誰がいいか。初回は無料なので早速使ってみましょうか。筋肉もりもりの男は剛腕を振り回すサービス。
全体攻撃かな。デリバリーよろしく。即死と副上司好みはサービススタートね。これも前作のキャラクターですね。地下闘技場でキリュウさんと戦った相手だっけ。またのご利用お待ちしてます。まあ召喚獣ですね。なんだこいつ強すぎる。さてとどめです。即死と復上し、お好みは。ごめんなさい。コーラにて無料キャンペーンは終了です。次からはお金がかかりますが、またのご指名お待ちしてます。おそれでは。徒歩で帰るんだ。一体何だったんだ。さあな。はあ、俺の無料風俗が。デリバリーヘルプか。金はかかるが、いざという時に使うのもいいかもしれねえな。完全に表紙詐欺じゃねえか。デリバリーヘルプが使えるようになりました。あ、ゲイリー・バスター・ホームズ呼べるようになった。ただお金ないからね今。デリバリーヘルプについて、バトル中コマンドメニューその他から有料で強力な助っ人を呼ぶことができます。あ、これサブストーリーとかでね増やせてくんだよね。じゃあ今は、お金があんまないからそんなに気軽には呼べないんだよね。どこだっけ。あ、これか。電話で呼ぶんだ。さっさとよこしやがれ。あ、なんだ。イベントか。いいからその粉ミルクをよこせって言ってんだよ。痛い目に遭いてえのか。勘弁してください。うちの赤ちゃんが待ってるんです。んなこと知らねえよ。また買えばいいだろうが。こっちは今すぐ粉ミルクが必要なんだよ。そんな無茶苦茶な。ヤクザに粉ミルクなんていらないじゃないですか。チンピラが粉ミルクをカツアゲしている。事情がよくわからんが、カツアゲされてる方はたまったもんじゃねえだろうな。仕方ねえ、助けてやるか。おい、事情はわかんねえけどよ、その粉ミルクはそいつのもんなんだろう。え？なんだてめえは。こいつの知り合いか。いや、そんなんじゃねえ、ただの通りすがりで。急いでる時に通りすがりがしゃしゃり出やがって。もういい。こうなりゃ実力行使だ。昇天19号の味はどうかね。てめえら覚えておきやがれ。ボイス付きじゃないんだ。ふう、助かった。おい大丈夫だったか。はい。あ、ありがとうございます。優しいんですね。こんな僕に優しくしてくれるなんて。おい、どうしたんだよ。泣くなって。すみません、取り乱してしまいまして。人に優しくされたのは久しぶりで、ぐっと来ちゃいまして。いや、気にすんな。俺は春日ってんだ。ありがとうございます。僕、大島正人って言います。助けてくれてありがとうございました。いや、ほっとけなくて、こっちが勝手にしただけだからよ。何かお礼をしたいところなんですけど、僕粉ミルクしか持ってないや。ん？
粉ミルクってお前の子供用か？ええ。はい、最近子供が生まれまして、すごく可愛いんです。でも子供が生まれるといろいろ必要なものが増えますし、今後のことを考えたら貯金もしなきゃいけません。だから朝から晩まで必死に働きまくってるんです。そうなのか。俺は独り身だから家のことはよくわからねえけど、無理はするなよ。倒れたりしたら元も子もねえぞ。春日さん、本当に優しいんですね。うちの妻はそんなこと言ってくれないですよ。妻？ええ、最近妻が本当に僕に冷たいんです。必死に働いて家に帰ってもお疲れ様も言ってくれない。昔は優しくて掃除や料理も完璧にこなしてくれたんですけど、今は家事も僕にやらせてくる始末です。僕も仕事で疲れてるのに、言い返したら言い返したで、あなたは子育ての大変さを何も分かっていないって怒られるし、まあ子育ては大変っすよ。俺も経験あるけどね、姉貴の子で。はあ、こう思う気持ちは同じはずなのに、どうしてこんなんで息子を幸せにできるのかな。何かアドバイスでもしてやるか。奥さんに向き合いかな。まあ、子育てって本当大変なんですよ。仕事を頑張ることももちろん大事だけどよ、奥さんはそれを望んでるって言ってんのか？いや聞いてないですけど。でもお金は必要でしょ？そうだけどよ、育児ってのは大変なもんだと思うぜ。話の通じない子供と二人きりで向き合い続けるんだ。確かに仕事も辛いけどよ、仕事と別の精神的な辛さってのはあるんじゃねえか？精神的な辛さ。ああ、子供を育てるってのは責任重大だ。そんな責任を一人で背負ったら気づかれもするだろう。あ、優しさがあった。誰かに悩みを相談したり、愚痴を聞いてもらったり、奥さんだってしたいんじゃねえか？ちょうどさっき、お前が俺に相談してきたみたいによ。春日さん、すごいですね。独り身なのに育児に詳しいんですね。まあ俺は実技経験があるからな。俺実は両親がいなくてさ、生まれたところがソープで、そのこの連中に育ててもらったんだ。そいつらから私がおむつを教えてやった、変えてやったとかいろいろ聞かされてよ。そのおかげかもしれねえな。そうだったんですか。ソープで生まれる、そんな人もいるんですね。妻と向き合うか。でも怖いんですよね。はあ。おんにゃー。なんだ？え？これって。この店の中から聞こえるな。もしかすると春日さんみたいに。そんな、まさか。ちゃんとした設備のない場所での出産はきっと危険です。僕らで子供と母親を助けに行きましょう。だが助けるったって俺たち何ができんだ？そう言われると。あ、そうだ、このミルクを作って持っていきましょう。なんでそうなる？母乳を飲ませられる状況が分かりませんから。となるとお湯が必要か。疑問に持たないのかな。あ、ミルクだけじゃなくお湯も持って行ってあげたら、体を拭く時にも便利かもしれません。というわけで春日さんはお湯を頼みます。僕は職場にタオルが余っていたはずなので、それを持ってきます。しかしお湯といってもどこで。それではここで落ち合いましょう。頼みましたよ、春日さん。お湯ね。おい、なんだか面倒な方を押し付けられた気がする。お湯がもらえそうなところか。
お湯をもらいに行け。あそこに吹き出しがあるな。あ、ここ喫茶ポケットか。赤ん坊のためにお湯が必要だったな。もらえるか聞いてみるか。お湯を変えるが効く。なあ、近くで出産があったみたいでよ、お湯が必要そうなんだ。ぬるめのお湯もらえねえか。それは大変ですね。すぐ用意するのでちょっと待っててください。くれるんだ。ああ、すまねえな。お湯もらった。たらいがついてるけど。よし、お湯の準備はできたな。大島のところに行くか。春日さん、こっちは準備 OK です。お湯の方はどうですか。ああ、用意してきたぜ。お湯にタオル、バッチリです。それでは行きましょう。大丈夫ですか。何か僕たちにできることは。ん、バーブー、バーブー。なんだこれは。すすむちゃんは本当に甘えん坊さんなんだから。はいはい、おっぱいあげまちよ。ここは地獄かな。は、え、お、てめえら粉ミルクを持ってた。さっきぶっ飛ばしたやつか。こいつは大島からミルクをかつあげしようとしたヤクザ。どういうことだ。まあ、赤ちゃんプレイってやつだね。悪い、邪魔したな。帰るぞ。お邪魔しました。またんかい、悪い。わしのパラダイスに土足で踏み込んでくるとは。度胸やないけ。すすむちゃん、この高尚な趣味に水を差すやつは許しておけ。高尚な趣味とは。おう、お前ら、あいついてもうたれ。汚ねえドラクエだ。俺の番だ。やってやるか。なんてひでえだ絵面だ。は攻撃力上げて、ナンバーは臭い液で防御力下げよう。こういう敵が複数いる場合は巻き込みタイプのちょっとその猛進。よし、2体やった。赤ちゃんの技じゃないね。このマッサージ機で気持ちよくしてやるぜ。よし、じゃあ足立さんのね、昇天19号で昇天させてやったわ。なに2万円ももらえんの。空き缶拾いバカらしくなるね。やるやないけ。勝手に入ってしまったことは謝ります。でも勘違いしたのには事情がありまして。ああ、事情やと。はい、実は。なるほど、わしらの鳴き声をほんまの赤ん坊と勘違いしたんか。間違えないよな、はい、お楽しみ中のところ本当に申し訳なく。そうとは知らず、すまんかった。え、最近は赤ん坊が泣いたくらいで嫌な顔する連中も多いっちゅうのに。いるな、そういう心狭い野郎が。あんたら名は何ちゅうんじゃ。春日一番だ。大島正人です。そうか、いい名前じゃ。わしはゴンダワラ進むっちゅうもんや。
ミルクの件じゃうちの若いのが、この人って前の作品にも出たよな。おう、この方たちにわびミルク買ってこんかい。わびミルクまさかとは思ったが、こいつヤクザの組長かよ。いろいろとんでもねえな。もうミルクのことはいいですから気にしないでください。でも粉ミルク買いに家を出ただけなのに、随分と時間が経っちゃったな。また妻に怒られるかも。なんや、少し遅れるくらいええやろ。嫁さん、そんな怖いんか。いや、最近ちょっとギクシャクしてて、子供のために仕事を精一杯頑張ってるんですが、妻は僕に文句ばかりで。マサトちゃん、あなた育児の大変さ理解できてる？少しでも奥さんを手伝ってあげた？え？抱っこ一つ取っても首が座るまでは首を支えてあげたり、些細なことでも注意することがいっぱいあるの。赤ちゃんは弱いし繊細、危険がいっぱいなの。なんか俺怒られてます？常に気を張ってるのよ。うん、せやな、さやちゃんの言う通りや。わしらのような赤ん坊はミルク飲むときゲップせなあかんから、トントンしてもらったりとかいろいろあるんや。確かに赤ん坊ではないよね。いつもそんなことしてたような。それに夜泣きで起こされても、なんで泣いてるのかも、どうしたら泣き止むのかも全然わからないのよ。わしらは泣くのが仕事やからな。夜中やろうが3時間おきに泣き出したるわ。ヤクザですよね。そっか、じゃあ僕が徹夜で働いてた時、あいつは寝てていいななんて思ってたけど。奥さんは赤ちゃんが生まれてからぐっすり寝たことなんてないんじゃないかしら。そうだよ、まともに寝られないんだよ。いつ起こされるかわからねえんだもんな。そりゃ疲れも取れねえし辛いだろうな。マサトちゃん、一度奥さんとゆっくり話してみて。きっと二人とも大変なのに、そのことをお互いがちゃんと分かっていないからギクシャクしちゃうのよ。そうですね。僕いつも心のどこかで自分の方が辛いのにって思っていました。だけど妻の気持ちになって考えたことはなかった。帰ったら妻としっかり話し合おうと思います。育児だってちゃんと覚えないと。だって僕はお父さんなんですからね。さっきよりいい面になったやないか。でも無理はしちゃダメよ。ちゃんと支え合ってこその家族なんだから。強引にいい話に持っていったな。さっさと嫁さんのとこ行ってバシッと決めてこいや。あんたは赤子のわしのお墨付きなんやから大丈夫や。赤子ではないな。ありがとうございます。それじゃあ行ってきます。うまくいくといいわね。ま、大丈夫だろう。せやな。お、親父、遅くなりましたがミルク買ってきやした。もしかしてその格好で買いに行ったの？あいつが一人前の父親になった記念にいっぱい行くとするかの。おう、あんたもどうや。え、俺もか。せや、遠慮はいらんで。そんなもん。それじゃ飲むでしょ。いただくとしますかね。おや、赤ちゃんはそんなに一気飲みしないでしょ。これこれ、この味や。どや、なかなかいけるやろ。おお、なかなかうめえじゃねえか。粉ミルクってどんな味すんだろう。おい、おにょび、もう2本追加や。人肌でな。いやー、そこは普通に熱いやつがいいな。ほんじゃ、2本目はお互い清掃でいただくとしようやないけ。なんだって？おお、まる、この兄ちゃんにおむつの用意じゃ。正気か、こいつら。おい、待て、俺は別にそこまでするつもりは。
何しやがった、話せ。おい、こら、いい加減にしねえと。デリバリーヘルプで新しいキャストを呼べるようになりました。呼べるんだ。